はい、伊勢神宮ですね。今6時半ぐらいですかね。まあ、朝日もかなり昇ってきましたけども、今日も穏やかな朝ですね。昨日もちょっと来てたんですけども、昨日と違う景色が今日は見えるのかどうなのか。伊勢神宮も今日もですね、穏やかですね。へえ。6時半ですけども、駐車場の一番近いところですね、もう埋まってます。早いですね。朝はどれぐらいだかな、ちょっと台数覚えてないですけど、7時に来たら多分飛べれないということだけは間違いないと思いますけどね。5時半5時かな5時ぐらいからポツポツとこう埋まってきたりするんで、何時が大丈夫だっていうのは私も正確にはわからないですね。月によると思いますけどね、3月4月の上旬ぐらいまではまだ日が昇ってないんで、そんなでもないですけど、もう5月超えて6月、7、8月ぐらいまではもう朝日昇ってますからね。で、5時から開門なんで、開門ですけど、こう、社務所はやってるんですけど、いわゆる祈祷とかの事柄については、もっと時間が後なんで、あと、サニオの方で、御朱印帳を持ってきてない方とか、御朱印帳をお求めになると思うんですけど、それも、もっと後の時間帯なので、ちょっと考えてこないといけない方も多いですけど、まあ、B の駐車場であれば止められないってことは多分ないと思いますけどね。かけて行ってないなぁと思ってても、私も2時間ぐらい昨日はいたので、まあ、2つ両方行くとやっぱり両方で半日かかるかな。半日は必ずかかりますね。だから1日かかるっていう方もいらっしゃるので、それはそうだなと思います。私もあまり何も考えないでいろいろこう見て回っていて、4時間両方いたら4時間かな。今日ジョギングしてみてます。トレーニングです。走っちゃダメなんですよね、確かね。運動するところじゃないんで当たり前ですけど、よく気づいたな、今のこともちょっといなくなっちゃったけど、伊勢川で手を洗っていきたいと思います。
昨日はちょっと早い時間に来たので、レンジさんはね、昨日お会いしたんですけども、今日はちょっと遅かったんでダメですね。詰めてる方も大変ですね。5時から買い物だから、何時起きでここに来てお着替えをして、ね、準備されてるかわかんないですけど、かなり朝早くから夜まで交代でしょうけど勤めしなきゃいけないんで大変ですね。では鈴川で手を洗っていきたいと思います。